こんにちは、松田由美です。今日も Vlog を、でお話ししたいと思います。なんかいろんな、なんかお話がこう乳がんについてあるんですけど、私は乳がんが告知されてからまず自分をこう振り返ってみて、何がみんな多分思う人思うと思うんですけど、なんでなったのかなみたいな。でもね、結果ね、私思うんですけど、交通事故に遭うようなもので、まあ、交通事故より確率は高いと思うんですよ。今長い生涯で見ると2人に1人がんだと言われている時代でもあったりとか、乳がんはまあ欧米では16人に1人になってますよとか、だいたいクラスに1人はいるかもしれないっていうぐらい、皆さんその言わないだけで、実はうちのお母さんもねみたいなことが経験者が多いと思います。なので私もその病気を告知されたり手術した後に何を気をつけた方がいいですかって聞いた時に、何もありませんって言われたんですね。で、現代の食生活っていうのが、そう言っちゃうと全部食べられないわけですよ。だから一概にして私はその食べ物、私もともと割と子供もいるので、その例えばね、ミネラルウォーターを使うとか、ミネラルウォーターというかその、まあ、水にも気をつけてたりとか、それから食べ物も産地とか、まあ、オーガニックな食材を使いましょうとか、一応多少は気をつけてたつもりだったので、何かなって思った時に、まあ、お肉はすごい食べるんですけど、本屋さんで食事療法の本を見つけたんですよ。まあ、がんを食事で治すと、でそういう治しましたっていう人の本も読ん で海外に医学書みたいなのも病院にあるから読んでみて、でもこれってね 100% じゃないと思うんですよ。じゃあ自然療法だけで治るのかって言ったら、そこは私はちょっと疑問なところでもあるし、かといって食べてるもので人間はできてるから、そういうのも大事で、私大昔マクロビもやったことがあるんですけど、でそれが全部全てがいいってわけじゃないんだけど、もう一回その食生活、食事療法、まあ、それは割と末期の、ね、方もやられてるっていうもので、それは試してみました。だからそれはね、告知を受けてから手術後までなんで、半年間とりあえずやってみようっていうことで、野菜と果物から酵素を取るっていうことなんですけど、でもそんなに、まあ、1日1リットルから 1.5 リットルってことなんですけど、食べる量でいうとすごい量になっちゃうので、食べきれないんで低速ジューサーでジュースにするんですよね。で最初だから、もうほうれん草とか、まあ、何でもいいですけど、青物と、例えばリンゴとか、なんか数種類混ぜてジューサーで1回に500ミリリットルぐらい作って、それを1日 2,3 回飲むみたいなの半年間と、あと肉や魚は基本的に食べないんですけど、食べていいのは、まあ、白身と鶏肉を多分いつも食べてる量の半分以下みたいな感じにして生活してましたね。で卵は今も割とそうなんですけど、もうすごいこう厳密にやると卵も乳製品もダメってことなんですけど、私がやったのはそれよりもうちょっと穏やかなっていうか、もうちょっと食べていいものが増えて、で卵だったら市販されてる卵の中でも平飼いの卵ね、これね多分2倍か3倍ぐらい値段するんですけど、普通常の安い普通の卵よりはね、それは1日1個まで食べていいですよとか、本当は厳密に言うとレモンも1日2個取んなきゃいけないとか、でもレモンだって有機のものなんでそうそうないし、買うと、私も昨日買いましたけど500円ぐらいするんですよね。でこれをやっぱり毎日取るっていうのはまあ大変なんですけど、そういうものがない場合は例えば水に、それをリンゴでも1日、まあリンゴなんて無農薬のものほとんどないですから、低農薬はあってもね、だからつけてとかっていうような野菜も、そういうようなことをしてました。で結果ね、分かったことがあるんですけど、やってみて、お酒も飲まなかったです、半年間。これね、便通がすごい良くなるんですよ。
って私は思ったんです。今まで毎日便通がありました、健康です、前年度もパーフェクトに他の数値はすごくいいんですよ。でも今まで出てた量と全然違う量で出たわけですよ。これってやっぱりな、体の中の汚れが全部でききってなかったんだなって。だから流せるがんのそういうものも自分に溜め込んでたのもあったのかなっていうのは、それをやってすごい感じたので、あの多分便通が自分でいいと思ってももっと多分出るんですよきっと。で本当は食べた分だけ出なきゃいけない、食べた回数分、うん、らしいんですよね。それ感じました。であれでもすごい難しいのが、まあ、いろいろ今ね酵素とかも流行ったりしてるけど、その食事療法の本で言うと生の酵素って30分しか持たないんですよ。要はリンゴとかも剥いても茶色くなっちゃうでしょ。だからもう作ったすぐそばって飲むっていう風にしないとその効果は半減しちゃうんですよね。ただまあ飲まないよりはもちろん飲んだ方がいいから、そういうの作れないときは市販で売ってるものを飲んでもいいと思うんですけど、ね、でもそのがんの食事療法を本出されてる先生の中でやっぱりステージもう結構進行して、このままだとしかも再発だったからもうきっと無理、手術再手術しても自分で無理だっていうふうに分かった人で、あの食事療法自分で厳密なやつをやって、まあ、本出されてる方がいますけど、その方はもう10年間何にももう全部なくなっちゃって今もいらっしゃいますけど、やっぱり海外じゃない地方の学会とかの時はもう奥さんが事前にそういう野菜っていうかジュースなのかなんかそういうセット全部そのホテルに段ボールで送るって書いてありました。うん、だからやろうと思えば、だから代用はしてるんですよ、もちろん生のものはね、あれだからそれはそういう OK なジュースでもパックされてるやつなのか、そういう食品関係なのか、なるほどなと思って思いました。なのでまあ厳密にすごい頑張ろうとすると大変だからあれですけど、なんか私が気づいたのはそこが大事だなっていうのもあったし、でも大変だから私ももうほこりかぶってるんですよ低速13の、うん、でも思い出したらやろうとか、あの知ってるだけでも違ったりするんで、あの気になる方は一度試してみて自分の便通がどうなるかを確認してみるのも手かなと思います。ということでまた次回お話ししていきます。松田恵美でした。